赤星制限収集しデビーさあ今回も青森県八戸市ということで、まだ青森いたんですね。ええ、こちらあの五一面と読むのではなくですね、五面です。五面、はい、一じゃなかった、ね、伸ばし棒、伸ばし棒でした。そうなんだ、はい。こちら、うん、八戸駅の、お店でなんですけども、はい、なんと、うん、盛岡にですね、本店があるんですね。で北海道青森秋田宮城福島、沖縄にまであるんですが、はい、はい、山形にだけないです。あ、本当ですね、東北でいうと、はい、はい、といったゴーメンさんメニューがこちらですね、すごいいっぱいあります、ね、醤油味噌担々麺、それから中華そば、煮干しなんてのもあって、まあ二郎系をメインなんだけど、まあ家族でも行きやすいのかなと。そうね、トマチリとかもある、トマチリとね、そうなんです。で私は、醤油味のゴーメン大豚入りを今回は選択しているんですね。ゴーメンのおめでです。はい。こちらになります。ゴーメン。ゴーメンですね。野菜増し、ニンニク増しと背脂増しはそれぞれ有料で、全部追加をしております。で、はいはい、味濃いめとかだけ言うことはできます。うん、はい。そしてですね、この濃いめにした場合、まあ、上からかけてくれるというよりは、スープ自体をちょっと濃くしてくれるよということ。それがゴーメンさんのやり方なのでね。そしてニンニク、はい、このようにですね、レンゲに寄ってくる。これなかなかないですよね。そうですね。もう、これ、ちょっとパクつかないですよね。やろうとしたけど、ちょっと不安なんですけど。危なかったんで、ちょっとそれはさすがに楽しみたかったんで。はい、そしてね、これちょっと細かいポイントだけど、薬味ネギ。本当ですね。これ散らしてくれるのは結構レアです。はい。これがゴーメンのやり方。ちょっとずつ見ていきますよ。ね。さあ、この美味しそうな豚ですが、煮込んでですね、鉄板で炙ってから提供してくれるということで、あとデホコショウも入ってる、私の好きなタイプですね、さあどんどん行こうね。すっきり非乳化スープですね、これはあの豚骨野菜超じっくり煮込んでですね、うまみ最大限引き出しているということで、ちょっとお野菜の甘みが強いスープかなというスープですね。なるほど。これね、午前中に食べたんで私このライト系は全身に染みましたよ。朝次郎ね、朝次郎っす。へい、同じ日じゃなくてよかったよ、前と。はい、2日目です。はい、そして油野菜でございますがね、シャキ野菜はこれ結構久々です。ここ1ヶ月間の間では、はい、前飲めるとか言ってた、飲めるとか言ってましたんで、これは飲めませんね、噛んでくださいね。朝一野菜としてはですね、これもちろんシャキシャキで、まあサラダ系だったんですけども、油の方もね、とっても爽やか油でございましたね。これサラダと取られてたんですね。あ、さようでございます。へい、先ほどの醤油ごう一面のタレですね、これしょっぱりはなんとですね、2.5 なんですね。もうほとんど顔のリアクションもないぐらいの。いや、それはどうなんですかね。怖いですよ。淡口でございまして、臓器は静かに悲鳴を上げますからね。あ、そうですかね。まあ、さっぱりいただけるね、有能な武器ですね、これはね。はい。まあ、多分味噌でも僕醤油かけてると思いますけど。恐ろしい。で、グラム数、これね、特に表記はないんですが、おそらく赤星スキャンによると、中180、第270ぐらいと。スキャン合ってるかな。これはスカウターで見ました。多分このぐらいです。まあ、ツルツルなんですけども、香味油っていうのがね、まんべんなくかかってるんで、香りがいいんですね。なるほど。すごく、あのツルツル高水麺っていうのも久々なんで、たまにはいいですね。はい。そして、やっぱニンニクですよ。色がね、そう、なんとこだわりがありまして、刻んだ後醤油につけて2週間漬け込んでるらしいです。さすがやっぱね、青森のニンニクを素材のまま生かすのが、あの一トンさんでしたが、ゴーメンさんはそこからさらに手を加えてですね、自己流の調理をされてるんですね。なるほどね。そのこだわりも面白いですね。さあ黒胡椒、これ粒細かめの黒胡椒、さらに白胡椒、これは軽快にかけていきますよ、ね、きっくりと、ね、これあの先ほど言いましたシャキ野菜、めちゃくちゃ相性がいいんで、これあの溜めずに最初から言ってもまあいいんじゃないかなと。なるほど。まあ胡椒といえばもやしですからね。はいはい。まあ頭にね、返しが立てなかったとか。あ、そう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 。ね。あ、ただまあ豚にも、これあの胡椒かかってるんで、まあめちゃくちゃかけすぎたらちょっとごめんの採用。ああ、じゃあついに言ったか。ということでございます。古いて。何年前なんだよ。
でもオリンピックに使うことですよ。そうだけどね、クリステルさんの古いのよ。おもてなしもできなかったあ、そうですか、はい、まあ、確かにね、マシマシで裏あ 85.783 ということでね、はい、食べやすい二郎だったね、これはね。あ、なるほど、朝にぴったり。朝ぴったりですよ、これは。いや、朝にぴったりではないのよ。やっぱマクドナルドも朝マックだからこその美味しさってあるじゃないですか。 あります、はい、そういうことです。いや、どうですかね、コーメンさん。午前中にぜひ行ってほしい。本当に朝日を浴びながら食べる二郎系だと思いますけど。そうなんですか。まあ、ただやっぱり、うん、ライトといえばライトなんで、はい、僕帰りの新幹線でお寿司食べましたけど、うん、食うね。まあ、すっきりとした大盛りの朝迎えられたな。すごい食うよね。え、あ、そうですか、最近。うーん、ただまあ、そのちょっと2日連続で行って、はい、私ちょっとあの危機感を感じたのか、はいはい、帰ってきてから一杯も食べてないですね、まだ。あ、本当ですか。あ、そうか、そうなんだ。あ、違うわ、豚ラーメン行ってませんでした。ごめんなさい、あの帰ってきて翌日、うん、板橋の豚ラーメン。あ、ですよね。あ、すいません、ちょっと、あ、それ一杯にカウントしてないのかな。おお、怖っ。マジ豚ラーメンさんは、なんか日常食だと思っちゃってる可能性がある。いや、怖いよ。いや、もう行き過ぎて普通に食ってたよ。そうでした。やばいニンニク臭出してましたね。すいません、はい、まあ、そんな話はどうでもいいですよ。まあ、ゴーメンさんね。ゴーメンさん、本当に。あ、だからゴーメンさん、はい、盛岡にあって、うん、それから浜通りにね店舗が多いんですよ。なので、まあ、東日本大震災復興ということで、ね、力強く影響してるっていうのがね、うん、ポリシーとしてあるみたいなんで、ね、なるほど。そうそう、その辺も盛り上げていきたいですよね、うんうん、ということでね、青森編はこれにて終了ということで。なるほど。へい、また関東で行きます、はい、ごちそうさまです、はい、you